とか言っって断ったんでしょいつものことよだからもう帰ってもいいわよ送ってもらうようもなくなったしそれにか弱い女性を一人残しては帰れませんもしかしたら殺人犯がうろついているかもしれませんし命に代えてもお守りしますよ姫 <laughs> 初めてかしら あなたと2人っきりになるのそういえばそうでしたかね移動して車の中で待ちませんかそうしたいのなら無理やり連れ込めばそんな無粋なまねはできませんよ彼女との約束なんでねどうやら事件解決したよ ここから先はこちらのエリアだ君の領分じゃない大人は寒がり。